クラブのノックアウトラウンド進出は確定していますが、この試合でグループの1位になれば、よりいい形で上に進んでいけるでしょう。皆さんこんにちは。まもなく UEFA チャンピオンズリーググループステージ第5節が始まります。この試合、実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよグループステージも終盤ですね。今日も見応えのある試合を期待しています。今日の試合はアイクアテネ対アヤックスのマッチアップです。UEFA チャンピオンズリーググループステージ第5節、現在前半が行われています。これを含めてあと2試合ですから、グループステージも佳境に入ってきましたね。このチームですが、中盤から前のディフェンスについては評判がよくありません。今日の試合で何か変化があると思いますか？確かにプレスはあんまり積極的ではないと感じます。とはいえ、この戦術で勝つ見込みがあるから採用するわけですので、今日のゲームで急に戦術を変えてくることはないでしょう。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。しかし今日は興味深い対戦カードですね。そうですね、全く予想がつきません。ウェファーチャンピオンズリーググループステージ第5節、試合開始の笛が吹かれました。勝ち点確保のためにもこの試合は落とせません。ダレイ・ブリント、ラセ・シェーレ、スルーパスが味方に通る。ここはシュートチャンス。ダビド・ネレス。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。ゴールシーンをリプレイでご覧ください。キーパーはうまく反応しましたが、シュートが上回りましたか。違うアングルから見てみましょう。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。センターサークルから試合が再開されます。アヤックス、リードを守れますでしょうか。マルコ・リバヤ、アナスタシオス・バカセタス。危険な位置です。緊張感が増してきます。ハキム・ツェーク、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ニコラス・タグリアフィコ、ここを起点にできるか。ラセ・シェーレ、トーナメントへの進出はすでに決めていますが、アウェーチームはこのままの調子を維持したいでしょうね。勝ち抜いてホッとしているでしょうが、グループはまだ終わっ、最高のボールが出た。ディフェンダーがブロックします。ゴール前までは行くのです。ドニー・ファンデベーク、綺麗な弧を描いた。
しっかりと決めました。落ち着いていましたね。あのぐらいの距離だと逆に力んでしまう選手もいますが、冷静でしたね。ペトロス・マンタロス、マルコ・リバヤ、ドゥシャン・タディッチ、カウンターを狙います。上がっていけるか。このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。デヨング、マタイス・デリフト、ここはフォワードが下がってボールを受けます。タディッチ、これはチャンスだ。デヨンク、キーパーがこれは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。ノゼア・マズラビ、ラセ・シェーレ、デヨング、絶好のチャンス、入るか。ポストに弾かれた。ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。ノゼア・マズラビ、マタイス・デリフト、デヨング、いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ブリント、このパスは簡単にカットされました。ニコラス・タグリアフィコ、タディッチ、ドニー・ファンデベーク、素晴らしいボールです。ちょっと長すぎたか。いいクロスだ。中で完全にフリー。サイドから中央を見る。狙ってきたぞ。気は抜けない展開です。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。カウンターのチャンス、仕留められるか。アヤックスのフリーキックになります。ゴールまで距離がありますが、狙っていく。これはどうだ。審判の注意はありません。いやー、紙一重。なんとか弾き出します。いいキックでしたが、ここはキーパーがよく止めましたね。ここはキーパーが一枚上でしたね。ボールを入れた。前方に運びました。ダビド・ネレス、素早くボールを返した。アンドレ・シモンゲス、ペトロス・マンタロス、ニクラス・フルト、あっとこぼれた。ダレイ・ブリント、マタイス・デリフト、ドゥシャン・タディッチ、ブリント、ちょっと消極的なパス回しです。タディッチ、アヤックスのスローイン、ラセ・シェーレ、ノゼア・マズラビ、ニコラス・タグリアフィコ、前に出しましたが気を抜けません。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。前線の選手が下がってボールを受けます。ハキム・チェーク、ノゼア・マズラビ、ドニー・ファンデベーク、ダレイ・ブリント、ニコラス・タグリアフィコ、うまいパス、ポストに当たって決まった。
シュートはポストに当たりましたが、跳ね返ったボールはゴールに入りました。文句なしのゴールですね。運も重要な要素です。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。試合はどうやら一方的な展開になってきています。アンドレ・シモンゲス、ハーフタイムです。福西さん、ここまでチームをご覧になった感想をお願いします。はい、さすがこのグループの突破を決めているチームといった好調さでしたね。この試合も自信に満ちたプレーをしています。後半もしっかり戦えれば首位でグループステージを通過するんじゃないでしょうか。ウェファーチャンピオンズリーググループステージ第5節、試合開始の笛が吹かれました。ここはシュートチャンス、ダビド・ネレス。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事。ゴール前までは行くのですが、ドニー・ファンデベーク。ゴールまで距離がありますが、狙っていくんで、これはどうだ。審判の注意はありません。いやー、紙一重、なんとか弾き出します。ニコラス・タグリアフィコ、うまいパス、ポストに当たって決まった。後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。ダビド・ネレス、ドニー・ファンデベーク、慎重に攻撃を組み立てています。タディッチ、これは見事なインターセプト。なかなかのプレスです。ボールを取り返しました。タディッチ、デヨング、ハキム・ツェーク、シュートを打った、ゴール、ゴール、ゴール。この男を止められる者はいないのでしょうか。このゴールでハットトリックです。これでハットトリック達成です。チームを勢いに乗せています。今日は絶好調ですね。こちらのカメラからの映像です。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ペトロス・マンタロス、アンドレ・シモンゲス、ラセ・シェーレ、マタイス・デリフト。今日のこのポジションは注目でしょう。はい、最近の動きは特にいいですからね。狙いたい、タディッチ、がっちりキャッチします。ラセ・シェーレ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはパスミスになりました。ボールを失います。デヨング、ロゼア・マズラビ、タディッチ、ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。
のパスで完全に崩しました。これはチャンスだ。これは惜しくも入りません。絶好のチャンスでした。流し込めばよかったと思いますが、どうしたんでしょうか。選手が交代します。ひときわ大きな歓声を受けていますね。ゲームの中心になっていましたからね。サポーターの気持ちも分かります。ウロシュチョシッチ、ペトロス・マンタロス、ハキム・ツェーク、相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。ゴールチャンス。シュートはあとは決めるだけ。ゴール。アヤックス決めました。綺麗に決まりました。完璧なタイミングのボレーでした。別の角度からご覧ください。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。大量リードの試合となっています。マルコ・リバヤ、ペトロス・マンタロス、ハキム・ツェーク、ダレイ・ブリント、デヨング。これは見事なパスカットです。ドニー・ファンデベーク、デヨンク。つまらないミスでボールを失いました。デヨング。このパスは簡単にカットされました。クロスを中央に入れた。キーパーに渡りました。ハキム・ツェーク、ジョエル・フェルトマン。じっくりと出しどころを探します。ディフェンスの網にかかる。抜いた。いいクロスが入りましたが誰も触れません。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。いいタックルだ。ボールをキープしました。ドゥシャン・タディッチ、ダレイ・ブリント。ブリント、タディッチ。素晴らしいボールです。ゴールだ。決まった。アヤックス。この角度からも見ましょう。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。予想通り格上チームが堅実な試合運びをしていますね。そうですね、プレーに余裕すら感じさせます。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここは押し出します。アヤックスのスローイン。デヨング、
内に出しました。ジョエル・フェルトマン、パス見えてますね。いいですね。今のパスもそうなんですけど、そこに至るまでの動きが素晴らしいですよ。何気ないパスに見えますけど、意思が込められていますね。いいパスだ。決まった。素晴らしいシュートだ。交代で入ったばかりですが、しっかり結果を出しましたね。あのシュートがファーストタッチだったかもしれませんね。ゲームは大差がついていますが、攻撃の手を緩めません。シーズン後半に得失点差が重要になることもありますからね。正しい姿勢だと思います。さらに点差を広げたことで、監督の表情にも明るさが見えてきましたね。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。ウロシュチョシッチ、試合終了のホイッスル。これでチームはグループステージを突破しました。 UEFA チャンピオンズリーグノックアウトラウンド進出確定です。また一つステージをクリアしましたね。この先はさらにハイレベルな戦いが待っています。次の試合からが本当の勝負でしょう。ゴール前までは行くのですが、ドニー・ファンデベーク、ニコラス・タグリアフィコ、うまいパス、ポストに当たって決まった。ハキム・ツェーク、シュートを打った。ゴールゴールゴール。この男を止められる者はいないのでしょうか。このゴールでゴールチャンス。シュートアップ、あとは決めるだけ。ゴール、アヤックス決めました。ブリント、タディッチ、素晴らしいボールです。ゴールだ、決まった。アヤックス、いいパスだ。決まった。素晴らしいシュートだ。交代で入ったばかりですが、しっかり結果を出しましたね。あのシュート